岩橋産科婦人科の岩橋栄です。妊婦さんの予防注射についてお話をさせていただきます。妊娠中はやはりお口に入るものは全部赤ちゃんのところへ行くっていうふうに考えていただいて、あんまりこう嗜好品も辛いものとかっていうのを避けないといけないわけなんですけれども、あとよく聞かれるのが、予防注射やってへんかっていうふうに言われます。特にインフルエンザなんですけれども、妊娠の5ヶ月ぐらいまでといいますと、赤ちゃんの気管の形成時期、体 の、 各部分が成長というかちょうどこう大きくなっていく時期、こう形成されていく時期にあまり刺激を与えたくないので、特にお薬飲んだりということに関してましても、例えば栄養剤あるいは健康食品でも私らはやっぱりもしか何かのことがあってはいけないので、ビタミンでももうよかったら妊娠の5ヶ月以降にしてくださいっていうふうにお答えするんですけど、お答えします。予防注射も同じことで、5ヶ月まではちょっと私らの方も2、5ヶ月まで風邪ひかんようにしておいて、そこから予防注射しましょうかというふうにはお願いしているわけなんですけれども、特にインフルエンザのケースでは分娩前にインフルエンザにかかられるとやはり胎児への被害が多いということが分かっておりますので、妊娠5ヶ月を過ぎた方でシーズンになりますと推奨はさせていただいております。全く副作用ないかといいますと、やっぱりちょっとこう打たせていただくわけですから、そこがちょっとこう赤くなったりとか、しばらくしたらちょっとなんとなく刺激で痒かったり、ちょっとこう後で硬くなったりということはあるかもしれないですけれども、そんなにものすごく副作用になった方はいらっしゃらなくて、それよりももしかかった場合にやはり軽く済む、軽く済んでよかったというふうに考えますと、やはり打っていただいた方がリスクは増しやと思います。